チンコ店は風船の灯火です。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題はついに動き出した強行手段についてです。東京都から休まないパチンコ店に対し最後通告が来ました。早速ですがその通告の内容からご覧くださいませ。最後通告。東京都遊戯業協同組合、公的融資の対象業種の見直し及び休業要請について、弊社は都遊協の取り組みにご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。さて表題につきましては、全日遊連から別紙の通知があり、ようやく財務省及び中小企業庁の各担当官から遊戯場をセーフティーネット等公的融資の対象とする方向で調整を行うとの回答があったとのことであります。これまでも再三にわたり現在も営業を続ける組合員店舗に対し、東京都知事からの休業要請についてお願いしてきたところでありますが、一般市民の不安感は頂点に達しており、公的融資の見込みが立った今、これ以上の営業継続は協同組合の理念である相互扶助の精神に反するとみなすほかないと判断いたしました。そこで各々のご事情は推察いたしますが、この件に関する都遊協の最後通告として、改めて都知事からの休業要請を受諾する決断をしていただきたくお願い申し上げます。なお明日以降も営業を継続される組合員店舗におかれましては、都遊協定款にのっとり第13条犯罪その他信用を失う行為をした組合員に該当すると想定した除名手続きを検討することといたしました。また先ほど大阪府において営業を続けていた6店舗が新型コロナウイルス対策の特別措置法45条に基づき店名が公表されましたので申し添えますとの内容です。ついにここまで来ましたね。この内容は結果的に大当たりなどをしたパチンコ玉やスロットのコインを交換できなくなる、いわゆる店舗に対し交換用の特殊景品の納品停止や景品交換所での換金停止という意味になります。いかに公的融資の目処が立ったとはいえ、信貸入れ替え時に発生した費用や借り物の土地なら賃貸の費用など公的融資以外の猶予はあったとしても、とても全ての経費をカバーできると思えませんし、休みたくても休めなかった店舗など体力のある店舗じゃない限りは淘汰されていくでしょうね。まあ個人的にはパチンコやギャンブル等は一切しないんで影響はありませんが、こういったのはパチンコ店に限らずどの業種でも同じことが言えるでしょうね。今回のパチンコ店を筆頭として、次は休業要請に応じないどの業種が同じ目になっていくのかが心配なところです。いずれにしても一刻も早く皆さんが平穏を取り戻し無事であることを祈るばかりです。以上、東京都から全国に広がるのはあっという間でしょうね。